はい、こんにちは、日本改革党靴沢です。売りなら丸なら様、丸山様、リリカル、ルカ様、サハラン様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員さん限定、新年会ゆうべ開催、ご参加誠にありがとうございました。その場でのご支援、物品やら金銭やらもありがとうございました。長野から来てくれたっていうね、女性がいらっしゃいまして、じゃあ泊まられるんですかって聞いたら、いや帰ります、あずさで、という、ことでですね、2回目そこを回った時に、あずささんって呼び名になってて、ちょっと笑っちゃったんですけれども、あとですね、麻布台の先輩の獣医さん、いらしてくれて、年聞いたら3つ違いで、だからじゃあ同じ時期通ってましたねっていう話もしてですね、あと役所でバイトしてた奥様いらしてですね、コロナ助成金っていろいろあるじゃないですか、家賃補助とかさ、それで役所に韓国人が来てくれって言うらしいんですけど、思わずね、帰ればって言っちゃったって言うんですよ。いいですねって思ってね、日本人はあんたらのことを嫌いだから、私は違うけどひどい目やから帰った方がいいよって言ったらどうですかって、精神が傷つくようにってお誘い、おすすめ、いたしました。今後もですね、花見やら8月の正殿参拝後の懇親会やら、まあいろいろやりますんで、メール党員大募集であります。よろしくお願いいたします。1月21日靴沢、昨日ですね、維新足立議員が兄の団体が公金集中してるなんてデマ、一方足立議員の兄がツイート全消しの荒技、兄の障害者支援支援 NPO のホームページに書きかけて一般人が見れないようにするという俗荒技、こういう的に便利な言葉があります。疑惑が深まったって、私ツイートしたらですね、足立議員が食いついてきまして、法的措置が取れないか弁護士と相談します、とか脅してきました。事実しか言ってないんですけど、権力者である現役国会議員の脅しですか、そうですか、それに対してネットの反応です。事実しか書いてないでしょ小西っぽくなって、草小西博之、すぐ訴えるって言うんだって、騒ぐより双子の兄が関連する NPO の会計に何ら問題がないことを証明されたらいかがでしょうか。ツイート消したりホームページ閉鎖したりした方が怪しいって思うのは普通の感覚、法的なんとかでちらくつかして、黙らそうとする方が気持ち悪い、何も問題ないならツイート消す必要あります。団体の活動と公金の使い道の正当性を証明すれば済む話、何回言われるとすぐそうしろって、あなたの言っていることの方がどうかと思います。自分の立場が悪くなると訴えますって、まるでコラボの人みたい、靴沢さんに噛みついたのか笑える、噛みつく相手を間違ってます。都合の悪いことを意見されると訴訟をちらつかせるって、反日活動家がやってることと同じじゃないですか。あんた何言ってんだ、自分が巻いた種だろ、やばい人に絡まれたね。靴沢氏は強いですよ、靴沢さん手強いですよ、よく調べてから噛みついた方がいいですよ。議員はその強力な権力を持って一般人を脅しているように見える。小西に手口がそっくり、官僚上がりは似てくるんでしょうか。足立さん経産省で、小西はどこだか知んねえけど、まあ官僚上がりみたいであります。皆さん私を一体何だと思ってるんですかね。手強いだの強いだの、私なんか今はごくごく一般的な一般人ですね。初期のコラボ弁護団、デマや誹謗中傷をリツイートしたりいいねしただけでも訴えてやるって言い切ってました。疑惑の説明せずに訴えるで脅すのはまさに論より大声、嫌がらせ、最後は暴力、しかも現役の国会議員がさ、これに戦うのは論と大声、でしょうかね。幸い多くの方がコメントで味方してくれてますが、つうか足立擁護の
コメント皆無で大爆笑しまいました。誰も味方いねそうですね、靴沢は悪いやつですねって書いてる人誰もいなくて大爆笑。疑惑に関しては真実ほど人を傷つけるって言葉もありますよね。つまり公金中中っていう、賢者にバーカって言っても笑ってくれるが、バカにバーカって言うと激怒しますもんね何なんですよ、まんまダチョウクラブやっちゃって自分に投票してくれた有権者に対して恥ずかしくないんだろうか。事実を拡散されて窮地に陥ったが、靴沢を脅して事なきを得た。得てないっすよね全然ね、むしろ援助してる。じゃあそんな騒ぐのは本当に公金チューチューしてっからだろ、ズルしてラグして、気に入らねえって話。しばらく見ないうちに俄然人相が悪くなった枝野幸男元立憲代表、入管法改正は廃案にしろ、強制送還は難民にマイナスだと、こんなこと言っちゃったみたいであります。ネットの話、よほど都合が悪いらしいな。日本人のメリットを示せよ。どこ向いて政治してんの。有権者向きの政治しないと支持率上がらんぞ。じゃあお前んちで引き取れ日本人にプラスになる活動しろよ。支持率下がってんのに変わらぬ外国人への忠誠心、すげえ。入管に閉じ込めるくらいなら強制送還の方がまだお互いのためである。経緯なんですけど、民主党政権がですね、何回でも難民申請できて結果が出るまで、審査中の2年間は日本に滞在できるように法を変えちゃったんですね。それを悪用してですね、10年もそれ以上も日本に不法滞在してるやつ多数なんですよ。さらに民主党ね、不法滞在者が拒否すれば、帰国を拒否すれば送還できないようにしちゃいました。今回の改正案ですね、難民申請2回までとか、拒否しても強制できるようにするものであります。収容施設で体調崩して、死亡したウシュマさんはですね、味方ずらして接近してきた人権団体や弁護士にですね、病気になれば外に出れるよって囁かれてですね、実行&死亡と、パヨね、この事実を大いに利用し大騒ぎってね。枝野幸男は正規の移住者と、非正規不法来日の難民をごっちゃにしてですね、ごまかそうとしてるんですよ。そこがなんとも卑怯卑劣。難民申請中ってことで永遠に滞在できるバカ法律なんか、きちんとね、合法的に移住した人にとっても差別でしょ。日本人と結婚して、移り住みましたみたいな、そういう人にとっても差別じゃないの。枝野幸男の変わらぬ外国人愛、有権者より大事にしてっから支持率上がんないし選挙で負けんなよ、バッカだな本当にな。審査が2年かかるっていうのにも問題あると思いますよ。外務省無能すぎでしょ。瞬時にダメって結果出せばいいじゃん。10回も門前払いしたらさすがに諦めんでしょじゃないの。2年、審査に時間かかる、なんでだよ、なんでなんだよ、バカ外務省何やってんだよ、無能、税金使ってで、憤ってしまいます。共同通信、ツイッター社員7500人から1300人にサービス維持が困難になると元社員が言ってる。元社員クビになったやつだな。ネットの話、何の問題もない、むしろ速度が改善されてた、それでなんとかなってんだったらすごいいいことなんじゃ。社員数5分の1になって今までのものがそれまで通りってすごい。それでもあんならいいんじゃねえの。たかが140文字の投稿サイト運営になんで7000人も必要なんのよ。赤杉を真ん中に戻す異業、偽トレンド作ってた犯罪者がいなくなっていいことずくめ、イラン社員抱えすぎてたってだけだ。イーロン後のツイッターなんですけど、むしろ速度上がってる。有料のサブスクできました。これはですね、今まで2分20秒までだった動画投稿、10分まで、パソコンからだと1時間の長いのも載せられるようになった。トレンド操作されず、朝日新聞記事やパヨ新聞記事が見えることが激減した。時期に投げ銭機能もつくそうで、いいツイートならいくらかもらえるように、よし頑張っちゃうぞというような。7500人中6200人がイラン人だったってだけですよね。イランっていうより有害だっただけ。これそいつらクビにして収益大幅改善、黒字化必至、株価爆上げ、イーロン大儲かりでは。それこそ資本主義だよね。共同通信はトレンド中立化が気に入らない
みたいで、こういう記事報道してんですよ。元社員、サービス維持困難。こいつクビになったやつだから。クビになった無能が、クビにした会社の悪口言ってるだけでして。何の根拠もない、負け犬の遠吠えだと思うんですけども、皆様いかがでしょうか。ツイッターの株、上がんじゃねえかな、収益改善されたら。なんせ社員5分の1で、それまで通り回ってるって、すごいことですよね。今までどんだけ無駄なことしてたんだ。同志っていう元の最高責任者、どんだけ無能だったんだって話、バカだなーっていう、つくづく思います。というわけで、引き続きメール党員さん大募集であります。足立議員に訴えられるかどうかはちょっと無理っぽいけど、まあこちらとしては訴えてほしいですけどね、話題になるからね。皆様よろしくお願いします。デトックスジャパン。